こんにちは、シュタインです。宇宙に興味関心を持っていただき、新たな宇宙文化を一緒に作りたいということで、宇宙の偉人列伝クイズを始めたいと思います。今回ご登場いただくのは音楽家ウィリアム・ハーシェルさんです。5回目にして初めて天文学者が本職でない方の登場ですね。太陽系の第7惑星である天王星の発見で世界に名を轟かせ、その後も惑星や恒星をめぐる膨大な量の発見を次々と成し遂げたハーシェルさん。赤外線の発見者でもあるハーシェルさんですが、実は音楽一家に生まれていて、本職は人気音楽家、天体観測は趣味だったんです。趣味もここまでいくと人類の偉業ですね。まさに偉大なるアマチュア。ではどうしてハーシェルさんは専門家ではないにもかかわらず偉大な発見を成し遂げることができたんでしょうか。さて、それでは今日のクイズ、じゃじゃん。天王星を発見した偉大なるアマチュア天文学者ウィリアム・ハーシェルの独創的発見の原点は〇〇にあった。〇〇に入る言葉について A、B、C の中から正解を選んでみてください。 A、音楽の知識。 B、祖国ドイツの友人。C、自作の望遠鏡。皆さん、わかりましたか？正解は C です。当時、天体を観測するための望遠鏡は非常に値段が高くて、趣味で天体観測をしたいと思ってもとてもできない状況だったんですね。ところがハーシェルさんは、だったら自分で作ってしまえと言って、安く作れてかつ高機能な望遠鏡の仕組みを自分で考案して、レンズの自主制作を開始します。昼は教会で音楽家として活躍し、夜は家庭教師の仕事をし、疲れて帰った後にレンズを磨き続ける毎日。何百枚もの失敗を乗り越えて、ついに新型望遠鏡の制作に成功したんです。現代風に言えば DIY 精神の権化ですね。この新しい望遠鏡をフル活用して、ハーシェルさんは新しい方針のもとに天体観測を開始します。その名も蒼天観測。天の夜空をほうきで掃くように余すところなく観察していくというアプローチです。当時の天文学者はみんなどこかの星に絞った観測しかしていなかったので、極めて斬新なスタイルだったんですね。ここから目立ったものをあげるだけで、なんと2500個もの星雲を発見し、848個もの連星を発見しています。天の川銀河の星の数を数えて、太陽が宇宙の中心ではないことを発見したのもハーシェルさんなんです。 A の音楽の知識、 B の祖国ドイツの友人はあまり関係がなかったみたいですね。アマチュアといえばフェルマーの最終定理で有名なピエール・フェルマーさん、あの方も実は本業は法律家で数学は趣味だったんです。この方の法律ノートの隅っこにびっしり書き詰められた数式を見ると危機迫るものを感じます。アマチュアがプロに負けない、いやそれ以上の発見を成し遂げるために必要なもの、それは根気と忍耐と情熱に尽きるのかもしれませんね。それではこんなところで皆さん、バイバイ、またね。チャンネル登録もよろしくお願いします。